はい。えー、皆様、えー、こんばんは。えー、2019年、えー、12月、えー、31日の、えー、ボギーチャンネル。私一歳の、えー、ボギーテトコンでございます。もう、今年もね、今日で終わりということで、まあ、今年は特にはこ夜変わりですね。平成から、まあ、令和という新しい時代への夜変わりがありまして、 まあ私としましても本当に感慨深い一年だったなと思っております。まあ何かとずっとね、走り回ってきたというような感覚がありまして、何か一時もね、休む暇がなかったという感じですかね。まあそしてもう一つ思うことは、やはり政治家の方々っていうのはどうしてもバッジをつけると、 口が重くなって言いたいことがやっぱり言えなくなってしまう。まあそういった方々に代わり我々がやっぱり、えー、正論というのをね、出しますと、まあ司法発砲から誹謗中傷というミサイルがまあ飛んでくる状態でありまして、まあそうなりますと我々は、政治家のための、いわゆる玉よけかと、 まあ思うような部分もありましたけど、まあ、我々が最前線に立って、えー、いわゆる世論を喚起し、えー、そして、いわゆる、まあ反日、そしてね、あの、外国の方々の批判や誹謗中傷を一気に引き受けることで、まあ政治家の方々は、えー、本来の政策、はい、えー、提言や、えー、様々な 仕事にね、まあ集中できた部分もあるんじゃないかななんてね、私は思っております。まあどうしてでも、こういった誹謗中傷に対して我々のような存在がないと、まあ政治家の方々本当にまともに受けてしまうと大変なことになっちゃいますんで、まあそういった面でね、私たちがそれをある程度引き受けたということは、まあ実際に、はい、これは 誇りに思っておりますし、これも私たちの責務の一つだというふうに思っております。さて、えー、今夜も、はい、えー、いつもの皆様が見えられております。本当にありがとうございます。えー、今日はね、あの、ちょっとほっこりするお話をまずさせてください。えー、年末なんでね、本当は、 あったかいハートフルな話で全部締めたいんですけど。はい、白神さんどうしたんですか沖縄の若造に絡まれる。教育大丈夫かと。いやいや、沖縄の人間になりすましてるやつかもしれんのでよく気をつけてください。はい。さて、カータンさん、おかカさんから、えー、特濃ニラ、ミルクティーが続々と届いておりまして、こしさんからいつものクラッカー、ラプテンさらからはメガホンですね。これは、 見てください。のメガホンでございましょうか。はい。ま、ほんに今日もたくさんの方々が来ていた、あ、栄吉さんからもニラ茶に、はい。中佐からは、えー、ニラ束でございますね。ありがとうございます。さて、今日の最初の話題。ね、ちょっとあの、今日、ある方との話の中で、ほっこりとした話を、えー、聞きました。さて、 ま、今日のね、あの、ほっこりした話というのは、まあ、この方は、あの、まあ、弱い、だいたい70近い方なんですけど、えー、いわゆる復帰前の生まれなんですよね。で、その復帰前で、この沖縄が、米軍統治下で、なんとこの B n これ B n と言います。この B n をね、使ってた時代の話でございます。この B n っていうのが、終戦直後、 1945年から1958年まで使われておりまして、もう58年の10月からは沖縄はドルに変わっております。そのドルの前はこういったね、小さな軍票。まあ、我がね、あの、皇軍も東南アジアで軍票を発行しましたけど、まあ、それと同じように米軍はこの沖縄において、 この軍票をね、発行し、はい、通貨として、はい、流通をさしていたということなんですけどね。さて、この B 円というのが、まあ、1円から1000円ぐらいまであるんですけど、この1円が、まあ、当時の日本のお金で1.8円程度ということでございまして、そう高い価値のお金ではございません。そうですね、ダプテンさん大体、 そののぐらいの、はい価値だと思いますさて、まあ、この沖縄のね昔話をしていただいたんですけど実はこのはいええー、妙の A さんとしておきましょうね A さんたちが、まあ、小学校2年生ぐらいの時にですねあのなんと道端でこの B 円をね拾ったというんですよこの道端で B 円 この BN の1円を拾ったと言うんですよね。まあ、当時の沖縄の、まあ、警察官というのはこういういでたちでございまして。はい。これはあの復帰前の沖縄の警察官なんですけどな、なんとなく結構イケてるようなおしゃれな感じがしますよね。そして彼らが乗った車が、まあ、こういう車を乗り回していたんですけど、本当に かっこいいですよね。まあそういった、えー、こういったね、時代で、まあ子供たちがミリバターで、えー、お金を拾った。この BN1 円を拾ったというんですけど、その1円を子供たち5名でですね、えー、近くの、えー、交番、はい、ポリスボックスに届けに行ったというんですよね。そうすると、そこにたまたま一人の、えー、警察官が、 はい。警察官がいてですね。これ、落ちていたんですけど、っていうことで届けたら、この警察官が、君たちお利口さんだね、っていうことで、5名の頭を一人一人ね、あの、撫でてくれたっていうんですよね。で、子供たちはそれだけでも非常に、まあ、嬉しかったと。ところがね、これの続きが実は、あるんですよね。 なんとこの警察官、えー、この子供たちが届けた、えー、1円のね、この B 円を机の中に入れた後、今度は自分の財布から同じ1円、はい、B 円の1円を差し出して子供たちに逃げらせてですね、みんなはね、正直者でお利口さんだから、これでね、お菓子を買いなさいねと、 いうことで。で、子供たちは、当時ね、はい、1円でも大金ですよ。それをもらって、すっごい嬉しかったと。頭をね、撫でてもらっただけでも嬉しいのに、その警察官が、ね、自分の財布から、同じね、額のお金を出して、これでお菓子買いなさいね、っていうことで、逃げらせてくれたっていうんですよね。 まあこれを聞いて私本当にね、あの、ほっこりしましたよ。まあ当時の警察官、本当にちむぐくる、はい、思いのある警察官がやっぱりたくさんいたんだろうなと思いますし、そういったね、大らかな時代だったんだなというふうに思います。まあ昔は警察官と言わないで巡査とか言ってましたけどね。まあ私にとって警察官は 二人のりの 50cc をね、追いかけてくるとんでもない人たちに見えたんですけど、まあでも子供たちに、はい、子たちにとってね、まあこのように正直に落ちていたお金を届けたら、お利口さんって言って褒められた上にお小遣いまでもらえたということでございまして、本当に子供たちにとっては素敵な思い出になったようです。 で、この A さんは、あの、正直に言ってよかったというふうにね、あの、その時の思ったということで、ずっとやっぱり、その時の気持ちが残っててですね、ずっとずっと、やっぱり正直、マットゥーバーが一番と、まあ、沖縄の方言でマットゥーバーというのは、はい、まっすぐという意味でございます。まっすぐ、正直に生きてることが本当に素晴らしいことなんだというふうに、 子供の、ね、心にやっぱり刻み込まれたということでございまして、まあこういったお話、これからね、耳に入りましたら、どんどん、どんどん、やっぱり皆様にね、お伝えしていければなと思っております。日本円でね、まあ2円もしないようなお金ではございますが、まあ子供にとっては本当に大金でございます。それをね、 あの預かって自分の財布から同じ額のねあのお金を出して子供たちにご褒美として逃げらせてくれたこの警察官本当にもうね年代からするともうご存命ではないお年かもしれませんけどまあこういった警察官の話を聞くとねなんか年末の世話しない時期に心が少し ほっこりしました。本当に A さん素敵なお話をね、あの、ありがとうございます。いやー、今、宮城さんの方が、マットーバーイコール、まっすぐ正直者というふうに書いてますけど、まあ、沖縄の復帰前ってのは本当に大らかな時代でございまして、まあ、いわゆる、えー、保護経済。まあ、アメリカが、えー、沖縄をね、いわゆる移民族統治して、沖縄自体を、あの、い いわゆる保護経済化に置いてた中でね、まあ、製造業なんかもすごいあの賑やかにはい起こった時代でございまして、まあ、本土復帰によってそういった製造業などがどんどん到達され、えー、沖縄では、えー、二次産業っていうのが非常に今は脆弱になっているそうですね太田さん自分の財布から出してくれたって言うんですよそれまで子供しっかり覚えてるんですよ何十年も経ってね いや、すごいですよ。60年ぐらい経って覚えてるんですから、それって本当に素晴らしい話だなと思っております。さて、ここで皆様に素晴らしいかどうかご判断いただきたいお話がまた出ております。この話でございます。さて、やっぱしねというふうに思いましたけど、 琉球新報さんの今日のニュース。首里城再建寄付金の使い道をアンケートへ、沖縄県が方針、意見踏まえて条例化ということでございまして、沖縄県は30日までに首里城再建へ向けて県に寄せられた寄付金の使い道について、 県民の意見ををを踏まえたた条例を制定することと決めたとちょっと、ちょっと待ってください。あの、使い道も決まってないのに寄付集めたんですかはい、これちょっとおかしい。アンケートで広く一般県民から意見を集めるほか、 関係団体や、はい、えー、寄付者からの意見も聞き、広い範囲で使い道を検討した上で条例化をすると。なんか、おかしくないですかだって、首里城再建募金、首里城再建募金といってね、銘打って、火事の翌日から集め始めたんですよ。 このお金は首里城の再建に使いますと言って集め始めた。それがなんと、27日、はい、27日までに、県と那覇市には、県内外や国外から、約12億4000万円の寄付金が集まっているということでございまして。12億4000万。 ヘノコ基金の約2倍のお金でございます。はい。そしてね、ここで、下の段、寄付金を首里城最高にどう活かすかについてと書いてますよ、皆さん。寄付金を首里城最高と書いてます。ここで、ちょっとおかしい。だって、 首里城再建募金として集めたんです。首里城再建募金が、なぜか途中で首里城最高に変わっちゃってる。どうなんでしょうこれ。これね、県民アンケートホームページも作ると言ってますよ。ね、どんな風に意見を集めるんですかねそう、太田さんおっしゃる通り。 約束違反。セイラさん、首里城再建に使われるはずじゃないのかねということで。はい。えー、石鹸男宮城さん、首里城再建の寄付金なのに、アンケートで使い道を決めらんけということでございまして。おかしいですよね。カータンさん、最高ではないと。再建の募金。 得意のすり替え理論。塩沢さん、少しずつ論点をずらす作戦ということでございまして。いや、これおかしいですよ、やっぱり。なんで首里城再建が最高に変わっちゃってるんですかね。はい、そういった中で、あの、こういうふうに書かれてますね。え首里城は、城郭内は国営公園であるため政府は県と と連携をし国の、はい、責任で対応する方針を示している一方この赤い棒線ですね県は首里城最高の基本的な考え方首里城再建じゃありません首里城再建ではなくて首里城最高に文字が 変わっています。はい。首里城再建募金がいつの間にか首里城最高に使われるというふうに変わっておりまして、その使い道。琉球文化の最高や琉球文化を体現できる場として周辺地域の整備を検討。どうでしょうか、皆さん。 あの、寄付をした方々は、ね、あの、燃える首里城を見て、もう首里城をね、これ沖縄の人たちの一つの寄り所であるんだったら、それぜひ、あの、再建してほしいんですよ、ということで、マスコミも、首里城再建募金といって大々的にキャンペーンをして集めた。それがいつの間にか沖縄県は、琉球文化の再興や、琉球文化を 体現できる場として周辺地域の整備を検討。そして風格ある歴史的環境の創出。これ何なんですかこれ。風格のある歴史的環境の創出。全く意味がわかんないです。それと今度こういう話が。那覇市議会や地元からは 中臼く城主や遠隔寺。ね。はい。そして何ですかこれちょっと字見えないんですけど。はい。えー、なんとか御殿の復元を期待する声も強いと。ちょ、ちょっと待ってくださいよ。首里城再建募金として集めまくったお金なのに。 首里城再建には使わなくて、首里城再興として、何ですか琉球文化の再興や、琉球文化を体現できる場の整備をする。風格ある歴史的環境を創出する。そう、サン後アートさん。流用ですよ、これ。流用。はい。それから、県民の間には、 組踊りや古典音楽といった、ね、琉球文化などソフト面の強化。こ <laughs> これって、皆さん、首里城再建。何ですかこれ。違いますよね。首里城再建といって、お金集めまくって、 何ですかこれ。琉球文化を再興する。風格なる歴史的環境を創出する。そして何ですか中城城市や遠隔寺を復元するえ中城城市や遠隔寺を復元する。ちょうっとどう何ですかこれ。 ちょっと違うと思いますよ。はい。それと、日本軍第32軍司令部のね、地上遺跡の公開を求める声があると。いや、それって、県がやればいい話ですよね。県がやればいい話ですよ。はい。そして、下の方。 そうですね、ラプテンさん。中薄く上司って言ったら、那覇市じゃないですよ。もうね、あの、国の再建にこれを全額寄付するつもりはもうこれっぽっちもございません。ね。いわゆるアンケートという形で、ね、お墨付きを与えて、自分たちの使いたいことに使うと。だってアンケートっていうのは、 どんな答えが来るかっていうのは、いかようにも操作できるじゃないですか。いかようにも操作できますよ。だって、こういう声がありました。こういう声がたくさんありましたという。例えば、首里城は国が再建するので、寄せられたお金は、琉球文化や方言の普及に使った方がいいとか、こんな意見がたくさんありましたって言ったら、じゃあそれで条例作るん。 ですかそうです。塩様さん。もらったものはワンのもの、はい。もらったからには、お前たちにいちいち使い道をとやかく言われる筋合いはねえということでございますかね。いやぁ、カータンさん、その通り。全然関係ないということでございまして、そして一番下の。 防戦。首里城最高事業。<laughs> あの、首里城再建募金。はい。首里城再建募金と書かれてましたけどね。それがいつの間にかその使い道が首里城再建事業ではなくて首里城最高事業という。 名前に変わっちゃってる。今、南川市の足子さんが台湾や全国から来た寄付金を目的外に使ったらその後どうするつもりと、県も同じこと言って国に渡すのを断ってます。こういった募金を国に全額渡したとしてもその使い道に県が関与することができないので渡せないと。 いや、これって、どうなんでしょうあまりにも、あまりにもね、おかしくないですかねこれ政治家は何も言わないんですかねアンケートなんてね、例えばあちら系の連中が、例えば、500人、1000人単位で、沖縄の、えー、伝統文化である、えー、琉球方言の 最高。そして、えそれを喋れる人材の育成を、ということでやったら、じゃあそれやります、ということで。今沖縄で琉球方言のことを一生懸命やってるのは、琉球独立を狙ってるのは活動家たちですよ。ね。いや、方言が悪いとは言わないですよ。でもね、一生懸命、琉球独立をね、はい、標榜し、 沖縄をね、この言語的にも日本から切り離そうとしてる人たちに仕事を与えてお金も渡すんですかいや、これってデタラメですよ。そもそも、そもそも、ナハシ議会や地元から中城城上司や遠隔寺の復元を期待すると。いや。 それって別予算でしょ。ね。別予算だと思いますよ。それと、琉球文化の再興やね、琉球文化を体現できる場を整備する。もっと意味のわからないのは、風格ある歴史的環境の創出。あのね。自分たちね、国から預かって燃やしておきながらね。 何が風格ある歴史的環境の創出だと言いたいんですよ。実はね、公にされてませんけど。実は公にされていないんですけど、我々がね、この前からずっと言っている、ずっと言っていたこの首里城の火災の、はい、えー、この、いわゆる、 早期発見とね、炎症を防げなかったかっていう点についての我々の考察。実は、実はですよ。はい。ドンピシャでございました。まあ、これはまだね、あの、公開されてないんであんまり言えないんですけど、私たちの考察はほぼ完璧に事実をトレースしてることがね、明らかになってます。 つまり、首里城のね、全哨は、最終的には、ここをね、任せられた県に来るんですよ。それが怖くて今発表してないんだと思いますよ。私がね、このキャストか桜で、ガンガン考察ということで言ってたことが、実は、実は考察、 どころではなかったということが、先日私、あるね、関係者の話から分かったんです。内部調査というお話でね。ですから、県は今後ね、そういった責任問題ら逃れるために、この話をね、どん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 広げていくと思いますよ。これで終わりじゃない。ね。 マスコミも使い道についての全権アンケートとか言ってね、ガンガンやってくると思いますよ。そして一部の人の声を、さも多くの人たちの声のようにね、やっちゃう。そして県民の関心を、ね、あの、使い道、ね、この沖縄の文化をね、再度盛り立てようとか、はい。建物は国がね、直すから、皆さんから寄せられたら沖縄の文化をもっと、 えー、方言なども継承しながらもっともっと賑やかにやりましょうって言って、ごまかしに走ってると、私は見ています。でもね、でもこれ、コシさんがズバリと書いてますけど、この内部調査の結果っていうのがね、公表されれば、間違いなく保険屋さんにやられますよ。はい。 そうです。カータンさん、専門的な答えは、最悪パターン。もう我々が想定してた最悪のパターン、そのままであったっていうことがね、私の入った情報では分かっています。えー、それとね、まあ来月になりますけど、えー、このね、消失前の首里城で、えー、那覇消防署がね、本当に一生懸命消防訓練をした。まあ当時は、 え、国の管轄家だったんですけど、その時の画像などもね、今後皆様にどん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 公開していこうと思ってます。まあそういった中に問題になる点の写真とかも出てくるかもしれません。しかし今回、ね、首里城再建募金といって集めたお金をこのように首里城再興事業というふうに名前を変え、そして首里城とは関係のない中城城車遠隔寺、 ね。はい。それからなんとか、五点の復元をね、期待すると。誰がこれ期待してるんですか本当に。それ、県民の間には、組踊りや古典音楽といった琉球文化どのソフト面の強化。首里城が燃えてから、首里城が燃えたら、首里城を復元するんじゃなくて、組踊りや古典音楽をね、もっと強化すると。え 違いますよねこれって何かやっぱり違和感感じた私だけかなと思っておりますがまあ前半のハートフルの話に比べてゲスな話ではございますがまあこれがまあ現実かなというふうに思っておりますサンゴハートさん左負けの一部を疑問に感じていると目的返しを本当にこれ寄せられた人たちの善意というのは本当にどこに行くんでしょうかね最近コンビニでも 首里城再建募金といった募金箱を中身見るとほとんど入ってないです。ね。熱しやすく冷めやすいのがまあ沖縄県民なのかなと思っておりますが、こういったことがどん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 あらわになる。そうすればね、募金どころの話じゃないですよ。首里城は全焼せずに済んだんじゃないかと。誰がこんな燃やしたんだっていうことで、ね、責任問題になると、今一生 懸命募金を集めてる人たちの責任問題になりますよ。だからそういった人たちは自分たちに火の粉がかかるのを避けるために募金、募金、募金、募金とこればっかりをね、口に出して大きく取り上げていたんだなと。しかし事実が明らかになれば責任問題必ず浮上します。 もうあまり詳しいことは申し上げられませんけど、もうお話を聞いてて、本当に嘆かわしい内容でございまして、これで国のね、国民の決で作った大切な文化財を守ってたのと。煙が充満してる中で、ドア開ければどういうことになるかも知らなかったのと。 本当に消防の方々も無念だと思います。決して沖縄の消防の方々が能力が低かったわけではないんですよ。はい。彼らは一生懸命命がけで頑張った。これは彼らの名誉のために申し上げます。しかしね、早期発見ができずに、かなり炎症した状態で見つかり、そこに酸素が吹き込まれれば、 一気に燃え上がるのは当然でございます。それをね、責任を取りたくないからといって募金活動でごまかし続けた。最後は、その募金の使い道ですら、変更しようとしている今の沖縄県政、詐欺だと言われても仕方がないと思います。さて、えー、今日も厳しいお話ではございましたが、えー、今年一年ね、本当に皆様に支えられる一年でございました。 もう本当に最後の最後までね、いろんな面で皆様のご支援をいただいて、まあ、ラジオ番組なども今後どんどん運営していく所存でございますし、えー、来年は平和運動のリーダーであるあの方をですね、はい、あのー、まあ、実刑習慣の方まで持っていける、そこまでね、やっぱりやりたいなと思っているんですよ、私たちはね。 もう政治家がやらないことはね、我々自身がどん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 やっぱり実行していく。そして我々の力が及ばないところは、やはり皆さんに助けていただきながら、この沖縄をやっぱり変える。世論を変える。そして政治を変える。ね。沖縄が変われば日本も変わるんですよ。その最前線のね、一平卒として、私とか、サンゴハートさんとか、 HK 仮面さんとかタカさんとかヨダさんとかみんなでね頑張るそうですねサンゴアトさんそもそも私たちは政治家のように表面に出て派手にね空中戦やるような連中じゃないんですよみんなサイレントサービスなんですよ SS でもね我々が姿を見せないと 玉がどこに飛んでいくか分かんないから我々があえて玉よけになることもありますよ、これからは。でもね、全然めげてないですから。はい。そうですね。ズケちゃんその通りでございますね。はい。しかし、本当にね、あの、今年は皆さんにお世話になりました。あの、来年は今年以上に皆様の追い風を受けてパワーアップをして、さらなる言いたい放題の輪をね、広げていきたい。 そして自分たちにできることをね、次々にやっぱり実行していく、考えるだけではなく、やはり実行する2020年にしていきたいと思っております。ということで、えー、本日の、えー、ボギーチャンネル。はい、えー、これにて、えー、終了させていただきますが、あと1時間ちょっとすればね、今年も、まあ1時間もないですよね。今年ももう本当に終わります。でもね、 本当に2019年皆様に、まあ、お世話になりっぱなしの一年でございました。来年は逆に皆さんをね、どうにか支えられるような、そんなね、あのー、一年になれたらいいなと思っております。ということで、えー、今夜の放送、ここにて終了させていただきます。えー、正月の放送はね、三が日、えー、21時から通常通り、あの、放送はお休みはしません。 あの、どん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 やりますんで、お時間のある方、ぜひまた遊びに来て、絡んでいただきたいと思います。2019年、誠に皆様にはお世話になりました。そして、良いお年をお迎えいただくよう、心から記念申し上げ、2019年最後の放送、これにて終了させていただきます。皆様、ありがとうございました。